皆さんはもっともっと欲張りかな？ ええ、欲張りなんだ。そうか。では我々もさらなる原初の鼓動を今日ここに集まってくださった皆さん、そしてニコニコ生で見てくださってる皆さんのために、これを捧げたいと思います。トレースオン、基本骨子解明、構成材質解明。全ては聖杯自体が行うこと。彼らを競わせ、ただ一人の持ち主を選定する。それが聖杯戦争だ。もし私が悪い子になったら、先輩は叱ってくれますか？ああ、さくらが悪いことをしたら怒る。きっと他のやつより何倍も怒ると思う。よかった、先輩にならいいです。約束の日を迎えるために、長く種をまき続ける贖いの花、私の罪が許されるまでここで春を待ちましょう。本日は皆様ご来場ありがとうございました。